どうも、トムエンテニスチャンネルのトムエンです。 MJ です。はい、今回も、まあ、家でできる、テニスレッスンということで、はい、MJ は家でできるトレーニングということで、はい、紹介していきたいと思います。今日は20秒間もも上げ、うん、しんど10秒休憩、うん、で20秒間細かく足を動かす。うわしんど。10秒休憩、これを前田のこと初セットやりたいと思います。よろしくお願いします。これはマジでしんどいと思います。これマジでしんどい。マジでしんどい、うん、これ面白そうですね。ちょっと見ときたいな。はい、そんな感じでやっていきたいと思いますので、じゃあ MJ また入っていきます。はい、はい、では僕はボレーの、解説ちょっとしていきたいと思います。今日はちょっと足から皆さんに家の中でトレーニングしてもらおうかなと思います。まずですね、ボレーのステップって2本最低使ってもらいたいんで、家の中でちょっとママがちょっと足動かしにくいかもしれないけど、ちょっと足動かしてもらって、ボール飛んできたと思ったら、まあ、ラケットのスキー入れてもらっていいんで、フォアだったら右をしっかり動かしてから左の足を重心移動しながらラケットを動かすっていうのをちょっとタイミングを合わせて練習してもらいたいなと思います。ストロークって、まあ、本当にあの初心者ですけど、1、2、3ってリズムがあるんですけど、それをボレーで同じようにやっちゃう人いるんですよね。1、2、3みたいな。ではなくて、ボレーは1、2のタイミングでやってもらいたいんで、右足を動かして1、2っていうのを、タイミングと合わせて練習やってもらおうかなと。ちょっとボール打ちながらやっていきますね。こうやって飛んでいたら、1、2で飛ばしてもらう。OK。1、2。足が絶対1で終わらないよ。前の足だけじゃなくて、後ろの足が全く動いてないんですね。ではなくて、1、2、右足を動かす癖、軸足っていうんですか、軸足を動かす癖をつけてください。こうやってフォアだったら右、左、バックだったら飛んできたら左、右で動かす癖、軸足、こっちの足ベターンってくっついて練習しちゃう人とか多いんで、本当に1、2のタイミングを理想としてるんで、ボン、1、2、後ろの足意識で練習ができるようにしてください。これスプリットとかだったらスプリットステップ踏んで1、2で練習してもらったらいいんで、スプリット1、2を繰り返し同じリズムでやってもらえれば、こうやってボールが飛んできても同じリズムでボール打ちやすくなってくるんで、これを家の中でちょっとリズムとして体に覚えてもらったらいいかなと思います。で、2つ目なんですが、ボレーはちょっと上向いた状態で当ててもらいます。ものすごく高い人がなってくると、まっすぐラケットを立ててまっすぐ当てたりするんですけど、ちょっと低めのボールってやっぱり苦手ですよね。この辺って結構目線合ってるんで、まあ、練習しなくてもって言ったらあれなんですけど、結構打ちやすいので、ちょっと落ちてきたボールを練習するためにも、上向きの面をしっかり作った状態で、これも面を作った状態からボール飛ばしてもらって、ポン待ってるだけでいいです。ポン、 OK、 この状態だけでいいです。ポン、こういう練習してもらえたらいいかなと。同じく重心を一緒に移動させながら打ってもらえると、ものすごく分かりやすいんじゃないかなと。本当に僕今ラケットめちゃくちゃ動かしてるわけないんですよね。これ本当に力をポンと瞬間的に加えてるだけなので、こうやってね、家の中だと逆に家の中壊したくないわって言って優しくやると思うんですよ。それが逆にいいと思うんで、家の中で打点を作った状態から練習ができるようにしてもらえたらいいかなと思います。はい、ラスト、はい、でラストのポイントなんですが、ボレーって上から下に動かすっていうイメージ持つ方ものすごく多いんですね。ちょっとやってみますね。こういうの、わかります？打点に向かって上からやっぱりラケットを入れすぎて、大振りですね、大振りになりすぎて力を入れるタイミングだったりとか、打点が分からなくなってしまう、面の向きが分からないという方が結構多いので、本当にボールを落ちてきたものを助けてあげるような感覚で待っておいてください。ボールが飛んでくるところで打点を作っておく。あんまりセットと打点の位置を変えてほしくないんですね。セットするイコール打点だと思ってください。Okay、それに、じゃあこれだとボール飛ばないじゃないってなるんで、重心をしっかり移動させて打つのがボレーになってくるんで、あんまりこういう上から下のイメージ持たないように練習してください。
上から下にやるとフレームのここですね、親指の方の上の部分のフレームにガシャって当たるボレーする方結構多いんで、そういう方は高さがありすぎると思ってください。上から下のセットと打点の位置が、セットの位置で待っておけばちゃんとガットに当たってボールが飛んでくれるんで、ボールが飛んでくる場所にラケットをセットして、であとはしっかり足を動かして重心移動でボールを飛ばして練習してもらったらいいかなと思います。ですので最初に言ってたステップをやりながら、上半身も意識しながら、こうやって家の中で軽く素振りしてもらったらいいかなと思います。これね、ストロークよりはラケットを振らないんで、本当に家の中で簡単に練習ができると思いますので、ボールがない状態でしっかり体に覚えさせて、で実践の時に活かせられるようにしてください。はい、おかえり。お疲れ様です。お疲れ様でした。頑張ってましたか。はい、疲れました。はい、今日も毎度のこと、プロテインの、ね、B レジェンドのプロテイン、はい、一杯飲んだコーラフルーを飲みたいと思います。水のように飲むよね、プロテイン。はい、こんな感じで家でできる、ボレー編と、家でできるトレーニング編、トレーニング編ということで、うまいことやってますんで、はい、皆さんもぜひ実践してみてください。はい、では。